2011年の横浜ベスターズでは、2011年における横浜ベスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベスターズは、小原隆夫監督の2年目のシーズンである。アベレージヒッターの内川誠一が FA でソフトバンクに移籍したチームは、戦力の低下が懸念され、今年も再開と評論家から予想された。 それでも4月は5勝10敗の借金ごと検討するも、5月以降は、負け越しが続くと二度と浮上できず、最終的に4年連続再開でシーズンを終え、10月18日には、本拠地で、中日の胴上げを許した。投手陣は、統一級の恩恵や小花監督の指導で、チーム防御率は3.87まで改善されるも、高崎健太郎や三浦大介は、 打線の援護に恵まれなかった。打撃陣は内川の穴埋めとして渡辺直人が加入して守備でチームに貢献したもののチーム本塁打は2002年以来9年ぶりに100本を割りチーム打率も239でリーグ5位と振るわなかった。シーズン終了後 TBS が DNA に球団を売却したことにより球団名も横浜 DNA ベイス,スターズと解消。 挙手が注目された小花監督の辞任が正式に決定し、新球団の監督には、元巨人の中畑清が就任。オフには内川に続き、4番の村田修一が FA で巨人兵跡。チームは加渡家を迎える。日本生命セパ交流戦2011。ありがとうございます。